はぁー。うつつつつつつ。なに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 怖い怖い怖い。どうしたどうした落ち着け落ち着け。どうしたもこうしたもヘッタクレもぼったくりもいないんだよ。よかったじゃねえか。うん。今日も京都テイクリップを撮るために野良カジュアル潜ってたんだけどさ、どうして世の中って、こうも非常な人がたまにいるんだろうなぁと思ってさ、まあ確かにたまになんだそれ、と思わされるような人に出会ったりはするが、霊夢がそこまで鬱になるのは珍しいな。実際にさっき残しておいたクリップがあるからさ、ちょっとそれを見てマリサも判断してほしいわ。ついでに視聴者さんにも意見を聞きたいところ、ちょっと愚痴っぽい内容になっちゃってるから、嫌な人は前置き部分は飛ばしてみてほしいな。オッケー、じゃあ早速見せてくれや。あ、一応面倒ごとにしたいわけじゃないので、味方さんの ID はモザイクかけときます。早速ジャンマスを味方に渡されたな。私は超激戦区降りがあんまり好きではないタイプなので、たくさん降りてる街の隣くらいにいつも降りてるのよ。この時もいつも通り、激戦区の隣に降りようとしたんだけど。ジャンプマスターに従ってくれないの。なぜなぜ？まあジャンマスに従わないような野良は5万といるが、今回はわざわざジャンプ剣を譲渡した上での虫なんだな。思わずイラッとして、さすがの私も即抜けしちゃったよ。いやわかるんだよ。激戦区に降りないとカジュアルは戦えないしさ。あなたたちの気持ちも、痛いほどよくわかるよ。でもさ、何のためにジャンプマスターって存在してるかわかる？別に私は、あなたたちの効果のお手伝いをしてるわけじゃないのよ。ジャンマスめんどくさ、あげるって軽い気持ちかもしれないけどさ、それを譲渡した時点で、あなたたちは自分のやりたいプレイスタイルを一旦我慢するべきなの。激戦区で戦いたいなら、自分で降りてほしいわけよ。私も苦手だけど頑張るからさ、序盤をどう動くのかはジャンプマスターが決めるべきだと思うよ。まあそういう人たちの意見として、システムを直さない運営が悪いってのがありそうだけど、それとこれとは話が違うからな。あくまで現状のエイペックスカジュアルという基準で、どうすべきかって話だ。まあこんなちっぽけなチャンネルのチンケな動画で物申したところで、そんな人たちは誰も見てないだろうけどさ、確かに私も戦闘放棄して即抜けしちゃったし、悪い部分はあると思うけど、他人任せな上に自分勝手なのは、さすがにちょっと、うん。これ以上は批判じゃなくて暴言になっちゃいそうだから控えるけど、少しでも今回みたいな乱暴なプレイをする人たちが減ることを、私は願ってるよ。みんなも自分勝手なプレイは控えて、エイペックスは楽しくやろうな。霊夢ちゃんとの約束だぞ。ってことで、今回も本編行ってみよう。今回エレメントを使っていきます。だって前置きに私呼ばれなかったんですもん。ごめんて。あはは、じゃあいつも通りここからは、3人でお送りしていくよ。まずはチームデスマッチだな。ところで視聴者さんに一つ聞きたいんだけどさ、Apex の動画って、カジュアルとランクがほとんどでミックステープが使われてることほとんどないけど、今回みたいに、ミックステープのクリップ使っても楽しんでくれるかな？よかったら動画を見終わった後にコメントしてくれると嬉しいな。ぜひともよろしくお願いします。そしてレブナントにも少し触れようと思うけど、今シーズンではコンジットとのコンビが解消になったくらいで、目立った調整はなかったんだよね。おかげさまで今シーズンも、使用率は上位にずっと入ってるからな。去年のリワークを経て、ずっと安定した地位についてますよね。いやほんと、リワーク前の使用率は絶望的だったから、クリプトがバンテより下ってマジで、はい、そこ市場を挟まない。そう、私がもっとクリプトの良さを広めていかなくては。お前神前大使か何かなの？それより霊夢さん、敵が下を走ってますよ。ほんとだ、そんなとこ走ってていい的だね。そんなに外しまくってていいかもだね。待って一発も当たらないとは思わなかった。ってあれ、なんかこの子真下来てる？素直に目の前へ来るとはいいかもだね。ここまで綺麗に目の前まで来る？あ、待って、右にもう一人敵いるの聞いてない。でも私はレブナント、こんな壁くらいよじ登って。ここまで綺麗に登れないかも。あーいやいやー見ないでー。なんか後ろ姿可愛く見えますね。それではここで、ミラージュさんからのありがたいお言葉です。お前はカモネギだ。ネギまで背負ってやってくるカモなんだよ。ミラージュあんた、死ぬ。いいもんいいもん、ここから巻き返して見返してやるんだもん。果たしてどれだけ活躍できるか見ものだな。うん、ここで打ち合ってても泥仕合になりそう。ってことで逃げるんだよ。進展が生まれなさそうな時は、相手引くことも大事ですからね。削られた分をちょっとセルで回復しまって目の前敵いるじゃん。はい、横っ端マガジン入ってない。やめてやだ倒したらね。よく味方のデス回避できててくさ。はい、君も私に気づいてないね。あ、クソ弾なくなった。もう一人敵が来てます。お前には負けたくない。唐突の願望。左にまた敵いるけどさすがにきついので逃げます。そういやさっき逃げた敵が、こっちに行ってたんだよな。うわなんだお前急に目の前出てくるんじゃない。ナイスキルです。向こうのアーマー削れてて助かったな。敵がジップで建物上に行きましたね。うん、プラウラーだとこの距離はきついな。さすがに振りすぎるし、あいつは無視しようぜ。地味に一発だけ食らっちゃったし、一応回復しとく。うわ何をするく汗ダークトジーフジコルピー。なんでかけた？危なかった。セルキャンセル遅れてたら負けてたよ。プラウラーの腰打ち様様ですね。親方空からミラージュが、だいぶ激動だったな。柵の奥にもいますけど、さすがに遠いですね。お、この上にも一人いるのか。だったら今度こそこうだ。あ、失礼します。日本人が出とる。上ガス置いてあるの嫌だな。敵はこっちか。上びっくりした。そんなとこで回復してるんじゃないよ。いいだろどこで回復してても。やだー、ガスやだー。上ちょ誰だお前。この状況で敵が来るのもっとやだー。幅
ボックに打ち負けると、不思議と負けを認めちゃいますよね。ハボック艦長は果たしていつ終わるのでしょうか。リスポーンして戻ってきたんだけど、またあの建物上いるなぁ。ひとまずグレネードを置いと。ガスまみれになってますし、またあのガスおじさんがいそうですね。ほならね。海に、ぴょーん、ジエンモーランがいそうな海だな。最初はグーでウルト発動、肉塊は無条件で敗北で人類勝ち目なくて草。あ、そう、ガスがうがったいけどやるしかない。あ、今びっくりパンチしちゃったねー。殺人マシンが怖かったのかな。唐突なおじさん構文。駆けつけてきたのちょっと遅かったねー。私の勝ちだ。なんか今日は随分と調子がいいな。まだ序盤なのに、いいキル数取れてますもんね。このまま20キルくらい目指せたらいいな。よーし、頑張りますか。いや待て待て待て、負けまってんじゃねえか。いやなんか、うん、ダメージは稼いでるんだけど、肝心のキルができずにアシストばっかりで、大事なところで決定打が足りず。まあまあ、スコア自体は勝ってますし、アシストだって悪いことじゃありませんからね。後半戦も頑張っていきましょう。ん、なんかこの下から銃声聞こえるんだよな。お、いたいた。はい、上から失礼します。あたやん、ほんと上からの狙撃苦手だなお前。ちょっと待って、なんか飛んできたんだけど。もう負けてたまるか。おどやー、草加雄二いないで。ゴースリーはガチファンにしか通じないんよ。ってなんだなんだ、リフトで奥端飛んできてるって。あ、味方のままが追われてるのね。あ、ホライゾンよ。永遠に先生霊夢ちゃんがホライゾンちゃんを見捨てました。彼女は環境トップに居座り続けているので良しとします。先生非常すぎない。まあ真面目に話すとやっちまったよね。二人が打ち合ってる横から撃てば助けられたかもしれないが、もう今更登ってもしょうがないな。どうやら降りてくる気配もないし、もうバッテリー巻いちゃって良さそうだな。あ、敵の足元が見えてますね。うまくそこでやり合ってくれないかな。ん、向こう行っちゃったか。でもレイスさんが削ってくれて激浪みたいだぞ。オッケー、あなたの意志は私が引き継ぐ。ナイスキル。激浪の敵が強調表示されるのもレブナントの強みですよね。詰めるべきか否かの判断がしやすいから便利だよな。なんかこの上にいるっぽいんだよな。じゃあまた壁登りで奇襲を仕掛けるか。それもいいけど、今回は確実じゃないからしゃがみ歩きで行ってみるよ。足音でバレにくくなるのもレブナントの強みですからね。まあそもそもエイペックスは足音が。エイペックスくんの悪口はそこまでだ。って危な、ガス管置いてあるじゃん。どうやら敵もいないみたいだし、もう撃ち合っちゃうか。ナイスキルです。向こうにまだいるっぽいな。くらえ。え、君いつからそこにいたの。いや超激浪なんかい。あんだけ真下でバチバチやり合ってたのに気づかなかったのか。ちょっと可愛いですね。さて、それじゃあ行っちゃいますか。最初はグーでウルト発動。海に、ぴょーん。さあ震えて眠れ。今行くぞ。いたいた、獲物発見。でもアーマー削れてねえな。さっき割った人は別なんでしょうか。一応ガス管壊した。いや、これ真下におるな。どうもどうも、死ぬぞ再びんで。また船だ、また船だ。もうハボック恐怖症になっとる。もうやんなっちゃうよハボックばっかりで。先打ちされると基本勝てないしさ。アビリティのジャンプも減ったクソになるしさ。それはお前のプレイングスキルの問題じゃ。シーズン後半から来シーズンにはさすがに調整が欲しいところですね。てかなんかあいつ楽しそうに飛んでんな。おい、待ってくれ。あい逃げたってことは削れてるかもしれませんし、追ってみましょうか。あいつはどこにいた。待たれてるんだけど。でもなんか偶然二人アーマー割れたな。いらっしゃいエリオット。あ、クソやりきれねえ。さっきのライフラが怖いしフラグ覚え。一旦リロードして怒って。お前こっちから来たのね。いいとやってやんよ。はい次。あれそういやこいつさっきハボック持ってたよな。この状況下で撃ち合ったら勝てる見込みなくない。いやー誰か助けて。結局最後泣きつくの草なんよ。でも味方のミラージュさんが引き継いでくれてますよ。助かった、ほんとありがてえですわ。ん、また上でやり合ってる。みんな上に行くの好きだねー。まあポジションとして強いから当然ではあるけどな。私はいちいち登るのめんどくさくて、スカーミッシャーキャラ以外では基本下で戦うからな。今回はレブ使ってるから楽ちんなだけでさ。でもシンプルな叫びが出たわ。今のはさすがにびっくりするやつ。激浪だったからなおさらですね。ん、ラスト1キルだけど、さすがにあの距離は狙えないな。4000ダメ狙いたかったところだが、ギリギリ到達できそうもないな。ナイス勝利。でもやっぱり、スカルタウンはスカーミッシャーキャラが生きるね。移動が得意なキャラたちだからこそ、高低差の激しいスカルタウンで戦いやすいもんな。レブナントの強みを生かせた、いい試合でした。ってことで、15キル11アシスト、3906ダメージだったな。いつも以上に活躍ができて、楽しい試合だったな。この調子で、次の試合も頑張っていきましょう。それじゃあ次は、いつも通りカジュアル行くよ。てなわけで、カジュアルにやってきたよ。今回は霊夢一人だな。初動で1パーティー被ってる状況ですね。それじゃ、ちゃっちゃかあさってやり合っちゃいましょうか。敵さんどこ行ったの？こんだけ時間経ってるのに、仕掛けてこないのも珍しいな。入れ違いになったのか、はたまた逃げちゃったんでしょうか。そろそろ戦わないと暇になっちゃうんだ。来たぞ敵だ。そこにいるやつだ。やらせび方の癖強すぎだろ。
車両の上に一人登りましたね。はいはい了解。私のカービンは当たるんだぞ。なんか下から足音しないか。もしかして一人登ってきてる。あ、いるわ待てわかってるんだぞ。後ろからどうもこんにちは殺戮マシンで。ちょっと待ってやりきれてないんだけど待って待って助けて死にたくない。今のは危なかったですね。超ギリギリセーフだったな。待って、もしかしてレースがポータル繋いでる。待って、もしかしてレースがポータル繋いでる。この戦闘の私、下手だとすぎない？ぶっちゃけ言っちゃうんだけど、この試合ラストは調子がいいのよ。だからこの試合を動画に採用したんだけど、ラストの印象が強すぎて、この戦闘の下手さ加減を編集中に見てびっくりしてる。そもそもこの時点で敵二人のアーマー割ってるのよ。おまけにウルトもちょうど溜まったところ、それなのに全く詰めないどころか、わざわざ強いポジションを捨ててまた敵と打ち合っちゃってる。極めつけはここで敵の有無を確認しちゃったとこ。そもそも激浪なのにさ、危ない橋を自分で渡ろうとしてて笑っちゃった。ごめんなさい。あまりにもお見苦しいプレイだったのでセルフ突っ込み入れちゃいました。あんまりここで尺使っちゃうとあれなので、本編に戻りますね。やられちゃったよ。さすがに今のはやらかじじゃった。敵を確認する前に、セル1個でも巻いとけばよかったな。随分と一人よがりなプレイしちゃいましたね。うわーん、ライフラさん起こせる？厳しいかな？わあ、ありがとう。あったけよ。感謝感謝、ハッピースマイル。お前さてはわざと言ってるな。この世のものとは思えない声で泣くんじゃない。まあほら、もう一回蘇生もらいましたし、ここから挽回のチャンスですよ霊夢さん。わかったから落ち着け。ほら、まだヒューズさんが残ってるんだ。霊夢も応援してやってくれ。削り切るまであとちょっとですよ。あと一押し、いけます。ヒューズさん頑張って。ナイスキル。はぁ、ものすごく申し訳ないことしちゃったな。次はしょぼいミスでダウンしないように気をつけなきゃ。せっかく復活してもらいましたし、次こそ頑張りましょう。ラバサイフォンから大移動して、モニュメント横までやってきました。さてと、あそこのケアパケナーに、お、ディボーションじゃん。あれ取ったらもう勝ちゲーだね。周りに敵もいなさそうだし、取りに行けるんじゃないか、と思ってたら横から撃たれたんだけど。危なかった。あと一歩で孤立するところでしたね。ある意味いいタイミングだったよ。どうやら敵は左にいるみたいだぞ。この岩を上がれば、ある程度戦いやすいかな。お前、真横に私いたのによく来たな。ナイスダウン。初っ端から人数有利取れたのはでかいぞ。もう一人見っけ。私のカービンのエジジとなりやがれ。あ、嘘？火力足りねえ。くらい税金処女と。それこ有名詞じゃねえからな。それにしても、やっぱりカービンは火力低いですね。前の火力だったら、もうとっくに倒せてましたもんねあれ。ほんとだよもう、いい加減もう少しいい調整してほしいわ。せめてマガジンサイズがもう数発大きくなったらな。あ、マジ？また別パーティー来ちゃった？まだしっかり漁りきれてないんだが、来ちゃったならしょうがないな。霊夢さん、左です。オッケー、カービンにはちょうどいい距離感だわ。90くらい削ったよ。もう一人真正面から来てるぜ。うわ、ブラックホールババアかめんどくさいな。でもブラックホールはミスってるみたいです。オッケー、じゃあこっちも、最初はグーでウルト発動。さあ、どんと来やがれってんだ。正面、リフトで登ってくるぞ。お、来るのか？来るのか？いいぞ来いよ。いや来ないんかい。そりゃあれブルート吐かれてたらバカ正直にはいけないだろ。そして普通に被弾が痛いわ。あのデスボン中アーマー入ってるかな？いや、しろか。まあ、ないよりはマシです。ヒューズさんがダウン取られたぞ。でもこっちもワンダウン取れました。オッケー、2対2ね。なら私がこいつを倒しちまえばいいだけのこと。まあ全然 PP 当たんねえよ、嘘だ。切れるな、切れるな。残り1人だし、バッテマクより確殺しちゃうわ。ウルトは切れちゃいますけど、そっちの方が確実ですね。さあラスト1人、ピンによるとここら辺かな？ PP も一応リロードして。お前か、クライキン PP 正規ショット。待って、いろいろ混ざってる混ざってる。とにかく、無事に玉パーティーも壊滅ですね。PP が当たらなくてヒヤッとしたけど、なんとか勝ててよかったよ。どうやらもう周りにいないみたいだし、一安心だな。さてさて、ではでは皆さんお待ちかねの開封タイム。さあいでよ、ケアパケに収監されし禁断の赤武器。その言い方なんかクソ弱そうだな。喜びのあまり中の人出てきてる出てきてる。体勢も整え終わったので、スカイフックへと入ってきたぜ。なんかそこに二つ目のディボパケがあるんだけど、それ取っていいかな？ダブルディボしちゃダメ？あ、奥の建物に敵がいるみたいです。あそこにいるんじゃ、集中砲火くらいそうだな。うん、素直に諦めます。どうやら正面の建物にもワンパーティーいるみたいですよ。なんかもう、それぞれの部隊で建物を一個ずつ持ってる感じっぽいな。ん？アーマー差は有利だけど場所が悪すぎるな。変に動くと兵糖買って集中砲火もらいそうだし、素直にダメージ交換回してた方が良さそう。あんまりカジュアルっぽくはないムーブだが、勝つためには仕方ないな。ランクの練習だと思って、頑張ってみましょう。それじゃあしばらくの間、ダメージ交換会が続くので、ここでコメント返信のコーナーだよ。皆さん、前回もコメントしていただきありがとうございます。金ピースキーパーはなぜかデフォルトのスコープが2倍なんよな。このコメントを見て知ったんだけどさ、今シーズンからデジスコがなくなったおかげで、金武器には問答無用でニスコがつくようになったみたいだね。武器周りの調整とかで削除するのはまあ構わないんだが、そういう細かい部分の配慮がエイペックス君は足りないんだよな。せめてショットガンや SMG には、1スコがつくように調整してほしいところ。運営さん、そのくらいはできますよね？え、できるよね？ね？
稲妻イレブン懐かしい。あれよりは評判悪すぎて触れませんでしたけど、まさに風宮と鈴野くん推しでした。風丸かける宮坂推しとは、そなた2ですな。稲入れは我らの青春なので、しっかりあれよりまで見させてもらってます。あれよりもキャラクター自体は悪くないんですよね。むしろ大衆受けしそうな子はたくさんいるんです。ただほんと脚本さえもっと良ければ、新しい世代の子供たちをファンにさせられただろうに。稲入れファンとしては、そこだけが本当に悔しい部分でしたよね。ちなみに私は稲入れ箱推しなので、誰が好きというほど推しキャラはいないんですが、強いて言えばマントちゃん、この子はモブな上に人間じゃないので、出番はほとんどないんですけど、キャラ人気もすこぶる高く、モブで終わったのがもったいないくらいの美少女です。原作ではクールでツンとした表情しか見せてくれませんでしたが、福祉部で神絵師さんたちが可愛いマントちゃんをたくさん描いてくれてますので、気になる人は調べてみてね。エンタの神様もう14年前、これも編集中に調べて知ったことなんだが、まさかそんなに時が経ってるとは思ってなかったな。当時は子供ながら夜の11時までテレビに張り付いて見てましたからね。毎度鳥を飾ってる芸人さんが、サバンナの高橋さんだと知った時は衝撃だったな。当時はグラサンかけた、リズムネタ芸人なんだと思ってた。私たちも年を食っちまったもんだな。スパレで出すのはエグすぎ。私もまさか、あんなミスから出るとは思わなかったよ。実は最近コントローラーの左スティックの調子が悪くて、勝手に下に下がるんだよね。そのせいであの時も、間違ってパックを引いちゃったのよ。まあある意味棚ぼたってことで、よかったじゃねえか。シャドウ持っておくに越したことはないしな。ただそのおかげで、今貯めてるエイペックスパック140個以上からはスパレジェが出る確率が確実に減ってしまったので、なんともまあ、複雑な気分です。ここの番が、ボットですよ。確かに私も、編集中に何度も見直してその可能性も疑ったのよ。でも私は CS サバでプレイしてるし、万が一断言して違ったら申し訳ないと思って、ああいう編集をしたんだけどさ、X で調べてみたところ、とうとう CS サバにもボットが湧くようになったみたいだね。Apex くん、本当に今後大丈夫なのか？せっかくいいゲームなんですから、もう5年くらいは遊びたいんですけどね。対処頑張ってくれよ運営。常々思ってたけど、クリプト戦じゃなくてクリプト使いって自称してるのは、何かこだわりがあるんですかね。はい、あります。理由は簡単で、専門と称せるほどクリプトオンリーでエイペックスをプレイしてないからです。クリプトって結構、ランクマや競技シーンみたいな重い試合で活躍するキャラクターじゃないですか。そもそもクリプトを使うときって結構頭を使うので、疲れるんですよね。なのでランクマで絶対に今日は勝ちたいと思ったときくらいしか、ぶっちゃけクリプト使ってないんです。でも一番得意なキャラクターはクリプトなので、クリプト使いと自称させてもらってます。割とお前、日によって使い込むキャラクターバラバラだしな。そうね、この日はこいつと思ったキャラクターを、その日はずっと使い続けがちかも。飽き性ってわけでもないんだけど、結構全般的にいろんなキャラを使うかな。まさに気分に合っていった方が当てはまるかもしれないですね。ちなみにクリプトの次にキル数が多いのはランパで、性能が好きなのはマギーです。特に脳死でプレイしたい日には、マギーしか使ってないかな。レッカーボールタノチー。ってことで、今回のコメント返信は以上だ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。次回もまたコメント返信コーナーやるつもりなので、ぜひたくさんコメントしていってね。みんなのコメント待ってるぜ。さて、コメント返信してる間に、残りは正面のパーティーのみとなったね。向こうの方が若干円が広いから、こっちが圧倒的に不利な状況だな。で危な、ピンポイントグレネードうますぎるでしょ。そろそろこっちの家は閉まりきっちゃいますし、どうしましょうか。こうなったら一か八か、絶対狙われるだろうけど、ここならまだ遮蔽がある。案の定これでもかと攻撃が来てるな。これで一旦ここに集まってから、全員固まってると危険だから、私だけ先に前に出ちゃうわ。うわちょっと被弾しすぎた。降りてきたら怖いから、念のためウルトを吐いとこう。一旦壁際に張り付いて、様子を見ましょうか。まだ時間はあるし、バッテリーは負けそうだな。あ、ねえ二人とも、私いい作戦思いついちゃった。いい作戦、なんだよそれ。ふっふ、まあ見てなさいって。覚悟もせよ、これがゴキブリ作戦だ。はっは、予告腹がガラ空きだぜ。ナイス。さあ、残り二人。わあ、危ないなもう。あとはもうゴリ押し戦闘場だ。はいお前がラスト。これで、しまいだ。ナイスチャンピオン。いやー急に壁を登り始めた時は、時狂ったかと思ったぜ。まさかとっさの判断であれができたのは驚きでした。えへへ、レブナントならではのいい動きができてよかったよ。ってことで、今回の動画は以上だ。少しでもクスッと笑ってもらえたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいな。おすすめ動画に乗りやすくなるので、高評価も忘れずに。それでは、今回はこの辺で。お、ルボワール、ごきげんよう。